in your own world and stay in my world. You better be under my feet. I mean, you're gonna やばいね。ちょっと、ちょっと。これ、これなんか、これでかいね、もうね。一応、職業戦士なんで。Bonjour YouTube、 どうも皆さん、今回はですね、すごすぎる本人を紹介するということで、ある本人に来てます。本人ちょっと、読んでいろいろ聞きたいと思います。今日のあなたの本人を紹介してください。じゃ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 んじゃじゃんじゃじゃん。どうも、なにこれ、すごいのできたね。なんで仮装してるの。一応職業戦士なんで職業は戦士です。戦士、ウォーリア、ウォーリアです。You are a warrior。 はい、Yes。 なんかね、見たことあるね、あの映画の300です。300、はい、300。 はい、はい、今日のすごすぎるホームジムの佐藤さんでございます。はい、ちょっとびっくりしました。筋トレ仲間と思ってたらワリオだった。筋トレしててワリオって、ちょっと説明できますか。どうしたんですか。はい、うん、いいよ。なんでも言えないですか。ワリオ、今すぐ考えてください。大丈夫。戦士の仮装で筋トレしてるんですか。あ、そうですね。はい。あ、それが何、モチベーションになるためのかな。そうです、そうです。もう、これをつけると、うん、そうです。いつでも戦えるんで。もう殺すか殺されるか。そうです。はあ。そういう戦士みたいな遊び、なんだっけ、サバイバルゲーム。サバイバルゲーム。はい、それとまた関係なく、もう、筋トレの仮装としてやってるんですかね。それとも、実はあっちの方も。そうですね、筋トレ と、うん、サバイバルゲームで負けないように鍛えています。はい、何を負け、サバイバルゲームを負けないために、はい、筋トレも。そうです、気合が違いますね。まあいいや、またあとちょっとサバイゲームの話をしてください。ここ何ですか。ここどこよ。ここは戦士の家です。部屋ですね。戦士の部屋、はい、戦士の部屋。ここ何、これホームジムですよね。そうです。もうだって本格的でしょ。はい、もう全部床も抜けないように、はい、うん、床も抜けないように、うん、もう全部コンクリート張りにしてあります。うん、床抜けないよ、コンクリート張り、はい、じゃあ家は木造。木造っす。この部屋だけがコンクリート張り。そうです。筋トレはどのぐらいされてるんですか。筋トレはもう、10年ぐらい、10年ぐらいやってます。はい、10年ぐらいずっとホームトレーニング。そうです。あ、その前は、ほう、普通に自重、なんか自重トレーニング。ちょっと筋肉を見せてくださいよ。これってホームトレーニングの筋肉ですか。あ、そうです。もうこれはもうゴリゴリやな。大会とかなんか目指してるんですか。いや、大会は今のところは目指してないですね。もうサバゲーで負けないよ。そうです、サバゲーで負けない体を。体ってどういうこと。サバゲーって体を比べるんですか。まあ銃もあるんですけど、うん、フルコンタクトもあるの。フルコンタクトない。フルコンタクトないよね。もう見かけだけ。あ、もう強そう。もう強そう。はい、モチベーションが違います。すごい。おっしゃ、精神、やばいね。ちょっと、これ。これなんか、これでかいね、もう。てかさ、ちょっと横目見てください。これ腕何センチあります？これで今、48 23か44ぐらいだと思うんですよ。すごい、これもう全部、この部屋で、はい、この部屋で行きたいと。はい、じゃあホームジム、これ立ち上がったのはどのくらいですか。このホームジム、ここの家で
あの立ち上がったのは去年です。あ、去年、はい、まだ1年間ぐらい。そうです。その前はまた別のところでやってました。なるほど、はい、でこの一軒家ですよね。ここがもう建てられた時に自分のホームジムを欲しいと。そうです。この部屋だけ特別にコンクリート張りで作りました。そうです。選手で、ホームジムなのになんで業務用のラックが入ってるんですか？業務用のラックはやっぱりあの長く使うだったらあのもうちゃんとしたものを使って、もう一生の趣味だと思うんで。気に入ればライフスタイル。そうです。もう ないといけないもの。あ、趣味だよね。もう趣味です。似てるね。すごい。じゃあプレートが重量を合わせて何キロぐらいですか？重量を数えて大体分かる。はい、分かります。オリンピックプレートと普通の、まあ、よくあるファイティングロードさんとかのプレート合わせると、はい、おそらく260キロあると思います。260キロぐらい、はい、プレートだけで。そうです、はい、なるほど。そしてバーベルは後ろの、はい、オリンピックの20キロ、はい、そうです。ちょっとこれ変わってない、このラック。なんかアレンジしてる。あ、これはですね、あの社外のスタイルフィットネスさんの、スミスマシンがついてます。ここに、うんうんうん、はい、別で買いました。タフスタッフ専用 の、 ああのスミスマシン、別で買って貼り付けた。はい、そうです。プルダウンはあれはついてたの？やっとプルダウンはケーブルは、これはもうあのタフスタッフさん専用、ね、専用、はい、これは最初このラックにはついてないんですよね？あ、そうです、ついてないです。これも途中で買いました。ダットプルも途中で買いました、はい、ちょっと待ってさ、これよく見たらこれケーブルフライ。あ、はい、そうです。これはなんで、これはどういう、ちょっとこれはちょっとこれ見てください。これも絶対これ自分で作ってるよね、これ。あ、そうです。何にそういう仕事をしたんですか？あれも自分で考えて。あ、これはこれもあの一応スタイルフィットネスさんのケーブルアタッチメント。スタイルフィットネスのアンバサダーじゃない。スタイルフィットネスさんのコマーシャルになってるじゃないですか。なんかなんか全然案件じゃないんで。はい。これで自分で更新したんですか？あ、ここ本当はあのこっちにつけるんですけど。あ、なるほどね。これがここのネジを外してここにつけることによって、うん、あの可変で高さを変える。高さを変える。頭使ってますね。俺だったらもうここに固定したら終わっちゃうんだよね。アンダーができなくなっちゃう。そういうこと、はい、もうホームトレーニングの試行錯誤なんですね。わかりました。そして上に見るとこれマッググリップっぽいんだけど、はい、マッググリップではないんだよね。そうですね、マグクリップ、ボドンパワーグリップ、はい、のうどんパワーグリップ初めて見ました。うちの方が安い。よし、はい、そうです。でも使い方が別に全然何も変わんないんだよ。すごですよね、はい、一緒。どのくらい安いんですか？もう全然安い。4000円くらいくらい。そう、はい、あんまりちょっと言えない。10分の1なんかそれをあのワイドとメディアム、はい、2個です、はい、そしてロックがあって T バーがあってイージーバーは、イージーバーはないのね。ザックバー、あ、イージーバー、あ、いや、こんなホームジムないんです、うん、もうその辺のパーソナルジムよりすごいすごい。そして何これ？これはあの本業のあの戦士のあのグッズです。戦士のグッズです。これも趣味、本業。本業です、はい。これお仕事？お仕事です、はい。ちょっとここ日本なんでしょ。
何俺最初入った時に車乗ってパキスタン、アフガニスタン行ったのかなって一瞬思ったのここおまわりさんこの辺に入ったらヤバくないの、この家大丈夫ここ、あ、皆さん実は本物がいた。え、これちょっと何これ、どうした、もしかしてこれもう手作り、いや、これはアメリカから取り寄せたものです、うん、スパルタが好きすぎて、はい、どうしてもこの甲冑が欲しい、その筋トレのモチベーションになる。どっちがさっき分からなくなってた、どっちで始まった、先進で始まって、はい、で、格好悪いから、はい、もうちょっと格好良くしたいで筋トレが後ですか、それも元々戦士です、戦士、戻りつきが戦士で、じゃあから筋トレ始めて、はい、どれくらい変わったんですか、まあ、2、3年くらいでは、もう結構この体に3年間ぐらい、はい、なりました。ちょっとこれ、どういうふうに揃ったんですか、これはもう全部一応任務に応じて、はい、短いのがあったり長いのがあったりする、いろんな、いろんな状況と任務に応じて、うん、鉄砲は揃えました。結構します、はい、結構します、このコーナーだけやばいっすよねそうですね、こっちとこっちどっちが苦しかったですか、あ、ぶっちゃけ言うと、はい、トータルのそのお金の投資で言うと、うん、やっぱりこっちの本業の方が本業だもんね本業が水格だったら、ちょっと待ってください、はい、これで続ける、これで続ける、思ったちょっと聞いたんですけど、この奥の前にこれ何ですか、これじゃあこれはそのスパルタの戦士ですよね、でスパルタといえば槍だよね槍とちょっと盾が、はい、I am not here so if you want work and stay in my world you better be under my feet アメリカだ、これそのうち馬買おうよあ、そうですね、はい、これで馬乗ったらもう色も出てけんけどすごいっすよ、検索したらスパルタンヘルメットっていうと、はい、そういうの売ってます、売ってます、はい、ちなみにアマゾンでも買えます、アマゾンでも買えるアメリカのアマゾン、いや、日本のアマゾンで買います、でもなんでわざわざアメリカのたまたま検索したところが、あ、アメリカのだった、はい、直販のところ、すごいよこんな日本が思ってたイメージ違うんだ、本業がこれなんです、ちょっといいですか、はい、ちょっと性格なったこいつにしようか、実はですね、バイオハザードのリメイク3の、はい、パトリック・タイルの演技した男です、そうだった、寂さらな声でお持ちになったと思ってなんかすごい誰かに似てるなと思ったらそうでしょあ、そう、間違いないですね、パトリック・タイルですちょっとそれはサイレンサーズ、そのサイレンサーはこれ本当に静かに人が来ちゃうシャッアップシーズンやばっ、これは力地が8人ぐらい、8万円ぐらいです、日本国内でこういう本業の何名いるかちょっとコメント欄に書いてくれます知りたいよね、はい、いや何準備してるの怖っみんな怖っ
これからの夢ちょっと聞いていいですか。はい、な何を目指してるんですか。いやもうあの誰にも負けないとにかく強い選手になりたいですよ。そのうちにアフガネスに行くと言えないなんか行ってみたいって言いそう本物のうちに行ってみたいって言ったらもう怖い俺も負けないように筋トレ頑張りますおっすおっすHead